皆さんおはようございます。今日も今朝の一曲行ってみたいと思います。昨日もですね、お店の方がちょっと寂しい感じで、まあこの時期もしょうがないですね。もう本当にマンボウが入った途端にですね、もう本当にまあ皆さんそのコロナを気にされる方も、いろいろいらっしゃると思うので、ちょっと寂しい感じなんですけど、まあ、今日はですね、もともと予定が入ってました、ベリーダンスさんの新年会がありまして、まあ、そちらの方は、やらせてくださいっていうことだったので、ぜひその新年会をね、盛り上げるためにも、スタッフとして頑張りたいなと思います。はい。ちなみに僕も抗原検査っていうんですか、簡易 PCR 検査っていうんですかね、やりました。結果はですね、残念ながら、陰性でした。これね、この棒が2本出ると陽性なんですね。これが上の方だけ棒が出ると陰性っていう、ね、結果は陰性でした。残念です。はい残念ではないですけどね。はい。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。朝朝さん、いつもありがとうございます。こんにちは。名曲でしたね。入りがすごく不安定でした。ね、もうこれ僕の特徴ですね。頭の音程が取れないっていうのがね、もうよくあることです。はい。入りがすごく不安定でしたが、うまく調整できてさすがでした。ありがとうございます。コロナ禍で飲食店はまた大打撃で大変ですが頑張ってください。本当大打撃ですよちょっと今月、まあ、来月のね、そのマンボウ期間中はちょっと、まあ先が見えないって感じですね。早く第5類に落ち着きますように。そうですね、まあ、症状とかね、もう重症者もほとんどいないし、死者もほとんどいない感じなので、なぜその指定感染症から下げないのかっていうのがね、よくわからないです。それはまあそれ以外の何かしら、そのコロナがいないと困る何かしらの作戦があるのかもしれないですね。まあそこはね、あんまり言うとバンされちゃうんではいはい、ありがとうございます。座布団さん、いつもありがとうございます。今日もありがとうございます。しっとりいい歌です。そうですね、本当にしっとりいい歌だと思います。ありがとうございます。はい。山下さん、いつもありがとうございます。タニーさん、ライブイベントお疲れ様でした。レコーディングの担当だったですね。これからが伸びゆくミュージシャン型で楽しみですね。今日も駅良かったです。ありがとうございました。ねえ、まあ頑張って、本当ね、もう本当自信持って歌えるように、なるようになってほしいなとは思うんですけどね。まあ頑張ってほしいなと思います。まあ本当にね、いろんな、ミュージシャンから、ミュージシャンの卵から、いろんな方がいらっしゃいますので、本当楽しいですよ。元旦那さん、いつもありがとうございます。谷井さん、おはようございます。動画見てるのもう夜の10時、マンボウ初日に居酒屋で飲んでました。ね、まあマンボウ自体があんまり意味ないと思いますけどね。本当にもう風邪よりも弱い感じの、普通の風邪よりも弱い感じのウイルスじゃないですか、今回の。だったら逆にね、そんなゼロコロナを目指すっていうよりも、みんなにもう感染させちゃった方がいいと思うんですよね。もう重症化も、死亡率も本当に極端に低いわけですから。でそうした方がね、抗体、全体的な抗体ができやすいじゃないですかね、と個人的には思います。はい。竹内まりや、ちょっと癖になる曲が多いですね。そうですね。で終わりがね、ラララララララで終わるのが多いですよね。ラララとか、なんかそういうね、今回の駅もそうでしたけども、本当はラララララ、あ、それは元気を出してか駅もララ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 ラっていうね、サビのラララで終わるんですよね。はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。おはようございます。明るいうちがなんかしっとりした曲で、明るいうちが、そうですね。まあ基本的に僕バラード好きなんでね、バラードが多くなってしまうんですけどね。
竹内まりやさんってちょっと歌謡曲っぽくって、まあそうですね、歌謡曲って言ってもいいんじゃないですかね、まあ、当時はニューミュージックって言ったんですかね、なんて言ったんですかね、マンハッタキス、あ、マンハッタキスもいいですね、好きでした。オミクロン増えているのでお体気をつけてくださいね。一応まあ陰性でしたんでね、今日もありがとうございました。吐息はロンリーですわ。チューブの Because I love you、 あ、 Because I love you、 Because I love you っていうやつですね。あ、確かにありましたね、吐息はロンリーネスってやつですね。はい、ありがとうございます。はい、今日の今朝の一曲はですね、まあこれも僕モノマネでもたまにやったりするんですけど、まあそこまで似てるかどうかは分かんないですけど、なのであんまそこまで自信はないので定番でやったりはしないんですけど、スピッツ、まあミスターチルドレン、シャランキュー、あの当時と並んで、もうミスターチルドレンかシャランキューかスピッツみたいな時代ありましたよね。最近はスピッツの曲ってあんまり聴かないですけどね、どうしてるんですかね、活動休止とかしてるんですかね、よく分からないですけど、はい、そのスピッツの、ちょっと元気が出る、元気が出るっていうかね、あったかい歌、空も飛べるはずっていう曲を歌いたいと思います。それでは行ってみましょう、空も飛べるはず。幼い微熱を下げられないまま、神様の影を恐れて、隠したナイフが似合わない僕をほどけた歌で慰めた。色褪せながらひび割れながら輝く術を求めて、君と出会った奇跡が胸に溢れてる。きっと今は自由に空も飛べるはず。夢を濡らした涙が海原へ流れたら、ずっとそばで笑っていてほしい。はい、ありがとうございます。はい、それでは今日はですね、まあ土曜日、まああっという間に土曜日ですね。もう最近本当にもう特にこのマンボウ入ってから、曜日感覚が全く分からなくて、まあ昨日もね、本当は段ボール出す日だったんですけど、段ボール出し忘れてみたいなね、感じですけども、土曜日で、今日はまあさっきも言いましたけども、ベリーダンスの、団体さんの新年会、まあ、楽しい新年会になると思うんですけども、スタッフとしてですね、頑張りたいなと思います。皆さんもぜひ週末を楽しんでほしいなと思います。それではまた明日。